ニューヨーク市ごとニュージャージー州東部の一部及びニューヨーク港周辺の主な水路を写した空撮写真イースト川が大西洋へ注ぐ自然港に位置するニューヨーク市の地理は特に沿岸部が特徴的である。また海と川に囲まれていることから利用できる土地が乏しくアメリカ国内で最も人口密度の多い都市の一つとなっている。しかしながらニューヨーク市は 都市の管理が行き届いていることから、アメリカ国内で最もエネルギー効率の良い都市となっており、かつ最も公共交通機関の利用率が高く、自動車依存率の低い都市となっている。都市の気候は温暖である。ニューヨーク市の行政区国の区割りニューヨーク市は、アメリカ合衆国北東部のハドソン川の河口のある、ニューヨーク州南東部に位置している。ニューヨークニュージャージー港川口に位置し、 その中心は、ニューヨーク港であり、水深の深い水路と大西洋から直接、入港可能という自然の利点を持つことから、ニューヨーク市の貿易産業の振興を促進した。しかし、港と水路は大きく、土地を隔てており、ニューヨーク市の5つの行政区のうち、マンハッタン区とスタテンアイランドは離島、ブルックリン区とクイーンズ区は離島であるロングアイランドの西に位置しており、ブロンクス区のみ、 北アメリカ大陸本島と陸続きになっている。このことから開発可能な土地が少なく人口密度の増加に拍車をかけている。ニューヨーク市は北アメリカ大陸の2つの地質構造の境界に位置している。東海岸平野の一部であるブルックリンクとクイーンズ区の両区が位置するロングアイランドは最終表記にできたローレンタイド表彰の南縁に形成された巨大なモレーンである。 ブロンクス区とマンハッタン区はニューアーク盆地の東端にあり、三畳期に超大陸、パンゲアが分裂する際に下に沈んだ近くからなっている。ニュージャージー州からニューヨーク市にかけてハドソン川沿いに伸びるパリセード岩礁にはかつて盆地を埋め尽くしていた岩が露出している。マンハッタン区の地盤は頑丈な変成岩で構成されており、超高層建築物をしっかりと支えている。 オランダによる植民地支配後、市の土地は人間の手によりかなり変化し水辺に沿って開発が行われてきた。また、ローアーマンハッタンのバッテリーパークシティなどを中心に埋め立てが行われた。マンハッタン区においてはほとんどの地形が平らにされている。特にイーストサイドはほとんどの地区が平らにされているが、ウェストサイドはいくつか自然の丘が残されている。また、 イーストハーレムのダフィーズヒルなど、イーストサイドでもわずかながら、丘が残されている。市の土地面積は、約321平方マイルとされている。ただし、最近の計算では、約304.8平方マイルとされている。市内最高標高地点は、スタテンアイランドのトートヒルの海抜409.8フィートの地点である。これは、 メイン州以南のアメリカ合衆国先海岸で最も高い丘でもある。オネの頂上はスタテンアイランドグリーンベルトの一部として森林に覆われている。ニューヨーク州ニュージャージー州ニューヨーク市には5つの行政区がある。行政区には何百もの近隣住区があり、それぞれが独特な歴史や性格を持っている。仮に行政区をそれぞれ独立した一つの都市と考えた場合、 4区がアメリカ国内で最も人口の多い上位10都市に入ることになる。2006年のノーイースター直撃により大雪に見舞われたブルックリンク秋のユニオンスクエアニューヨーク市は亜熱帯ではなく冬場は寒くなるが気温は市内3カ所の主要な観測所での観測で平均32.5かし33度と持続的な降雪が起こる気温になることがなくケヘッペンの気候区分では 温暖湿準気候にあたる。ニューヨーク市の天気、気温は大西洋数十年規模振動の変化や大西洋で発生するハリケーンや沿岸暴風雨の影響を強く受けている。以下の説明において特に場所の明記のない気温などの情報はすべてセントラルパークで観測されたものである。ありがとうございます。